40歳までホストを続けた男の末路。よいしょー、今夜、はい、神長、はい、いらっしゃ、はい、この姫から、はい、シャンパンコール、はい、いただき、はい、誠に、はい、誠に、はい、ありゃーす。俺は辰巳、今年で40歳になるホストだ。こう見えて昔は歌舞伎町の有名店でナンバーワンホストとして君臨し、テレビに出演するなど古き時代のホストクラブを盛り上げてきたという自負がある。それが今は10月の売上ランキング1位は辻。そのランキング圏外か。見てて腰が。辰巳さん、D タク吹き残しあったんでよろしくお願いします。すみません。あ、そういえば辰巳さんのエースいらっしゃってますよ。ほんと売れてないよね。あんたやる気あんの？ あるよ。やる気があってこれじゃあね、やっぱりさすがのあんたも年齢には勝てないか。うるせえな。何よその口の聞き方。私が応援してるからホスト続けられてるのにもう知らない。ちょ待てよ。俺のようにホストを長く続ける人はそういない。人気絶頂期に独立し自分でビジネスを始めるような一握りの人たちを除いて、多くは若いうちにスパッと辞めて昼の仕事に就くか、ホストクラブの運営スタッフに転身する人が多い。もちろん体力仕事だというのもあるし、何より時代の流れについていけなくなってくるのだ。 TikTok？ そうですよ、今ホストも SNS を使ってお客さん集める時代です。さあ辰巳さんも。辰巳さん、その格好なんとかならないですか？え、今はみんなパーカーみたいな私服っぽい感じで、髪型ももっとソフトな感じですよ。ほらほら、もっと飲んで飲んで。ちょっと辰巳さん。おい、何してんの、もっと一気にいっちゃいなよ。辰巳さん、女の子が嫌がってるじゃないですか。嫌がってるって、客に媚び売るのがホストの仕事なのかよ。だからその考え方が古いって言ってるんすよ。いい加減気づいてくださいよ、自分が時代遅れだってことに。え、今月のランキングに入れなかったらホストを辞める？はい、なのでこの辞表預かっといてください。もったいないですよ、あの辰巳さんが。客から求められていないのなら辞める、それだけです。でもこの前エースのお客さんと喧嘩してたじゃないですか。ランキングはかなり厳しいんじゃん。なんとかします。実際エースなしでランキングに食い込むことは不可能に近かった。俺はもちろん必死になり、この20年で培ってきた経験をフルに生かしたが、客はつかず刻一刻とタイムリミットが迫っていた。クソ、出てくるよ。大変ね、時代の流れについていくっていうのは。うちも馴染みのお客さんが年取ったのか、もうスナックが時代遅れなのか、めっきり客足が減っちゃって、そろそろ店を畳もうかと思ってるのよ。人間引き際が大事だからね。もうダメか。人間引き際が大事、確かにそうかもしれない。俺も今日が終わったらホスト。辰巳さん、エースが。あ、今日も待ってるよ。ったく、俺のために休みなしで働き続けてたなんて、あんま無茶すんなよ。どの口が言ってんのよ。私がいなきゃホスト続けられなかったくせに。ったく、うるせえな。でも俺頑張るから。俺はなんとか11月のランキングに入ることができ、今もホストを続けている。最近は SNS をやってみたり、少しは時代の流れに合わせようとはしているが、根本的な営業スタイルを変えるつもりはない。もしかしたらどこかで行き倒れる運命なのかもしれないが、このやり方を好きでいてくれる客がいる限り、俺は俺の流儀をこれからも貫いていく。この前昔の客が大勢で飲みに来てくれてね、うちももう少し続けてみようかと思ったわ。頑張ろうぜ。